内戦とは国家の領域内で対立した勢力によって起こる政府と非政府の組織間の武力紛争を指す。タンペレの戦い後の都市遺跡レバノン内戦、内戦と内乱は同義に用いられることも多く厳密な区別はない。しかし一般的には暴動の範囲内である事象を内乱と呼び武力を用いる形態にまで発展した事象を内戦と呼んで区別する場合もある。 欧米言語では、シビルウォーやベラムチービレイやバーガークリーグというように、市民戦争、市民同士の戦争という言い方をする。ただし近代的な国際関係、国際秩序が形成された1648年のベスト・ファー・レン条約前の時代では、内戦と対外戦争との区別は明確ではない。また、政府が倒されて政治体制が転換された場合には、 フランス革命、共産主義革命、ルーマニア革命のように内戦や内乱ではなく革命という表記を用いる場合も多い。内戦と内乱の用語の使い分けは慣習的なもので明確な区別があるわけではない。スペイン内戦はスペイン内乱とも呼ばれる。国際法上の位置づけとしてもアメリカ南北戦争では両軍に戦時国際法が適用されたがロシア内戦では 国際法は無視された。国家の転覆を意図したものには内乱罪が適用される例が見られるが内戦の規模が大きくなるとアメリカ南北戦争のように政治的理由から内乱罪の適用が避けられることもある。植民地の独立戦争などは支配側は内戦や反乱と呼び植民地側は独立戦争と呼ぶことが多くアルジェリア戦争のようにアルジェリア側は 独立戦争と呼び、フランス側は内戦と呼んだように、戦争の性質によって内戦かどうか意見が分かれることも多い。このような場合には、支配者側が、交戦相手を国家とはみなさず、相手を戦時捕虜ではなく犯罪者として扱い、捕虜の権利を認めない、犯罪者として処刑したりする事態が発生することも多い。1989年のルーマニア革命では、 国軍と秘密警察という国家機関同士の戦いになり、秘密警察の構成員は全員が非合法組織の犯罪者とされ、死刑、懲役、公職追放などの処罰を受けている。内戦は国内の全国政府の座を争うために起こる事象の他、民族的、宗教的、イデオロギー的な衝突などから生じる事象がある。冷戦下では様々な国外勢力が 間接直接的に介入し、事態を悪化させるケースも多かった。一時、冷戦後は、国際社会は、介入におむね消極的となったが、EU にとっては域内であり、歴史的に重要な地域である、ユーゴスラビア内戦や地下資源の利権をめぐって、残虐行為が繰り広げられたシエラレオネ内戦のように、冷戦後に悪化するケースも多く、再び国外勢力が介入する場合も多い。 民族的なものについては、民族紛争も参照。独裁政権の国では、民主化要求デモなどの武力を行使しない運動も、内乱と規定され、武力によって鎮圧されることがある。内戦が激化した場合、1991年以降のソマリアのように、中央政府そのものが事実上崩壊し、無政府状態となる例も存在する。内戦の原因には、様々な説が存在するが、 その国の中央政府の統治能力は重要な要因とされている。経済的な不満や地域的な対立などの不安要素が存在する場合においても政府の統治能力が高い場合は内戦勃発リスクは大幅に減少する。政府の統治能力の極端に低い、いわゆる失敗国家において特に失敗の度合いがひどい場合は暴力の独占が崩れ、 各地に群馬図が拡挙し内戦が勃発する場合がある。近代的な国際関係、国際秩序が形成された主に17世紀後半以降の内戦のみを挙げる。戦争一覧及び独立戦争一覧も参照。ありがとうございます。